立候補させていただいた高橋純也と申します。テレビ改革党は NHK の無料化を目指しております。スクランブル放送、テレビのスクランブル化、公共放送が必要というのであれば国営放送にしてもいいと思われます。私が新しく制定した条例としましては、個別放送 NHK の料金徴収の個別訪問の禁止を訴えたいと考えております。急に難しいのであれば、年間の個別訪問回数の、回数制限、まあ、年間に2回までとか3回までとかを、個別訪問の回数を制限かけたいと思っております。訪問販売で振り込まれる商品はろくなものがあるとは思いません。まあ、高級な布団ですとか、高級なウォーターサーバーですとか、個別訪問で売り込みに来るものに対して、まあ、料金に見合ったものがあるとは思いません。個別訪問に対応する時間についても、時間の無駄であります。個別訪問の訪問員が来て嬉しい人はあまりいないと思われます。大多数の人が迷惑なんじゃないでしょうか。それと同じように NHK の訪問も多くの人にとっては迷惑だと思われます。まあ、私の経験なんですけども、新聞の勧誘ですね。新聞の勧誘員がしつこく何度も来ることがあり、まあそうですね、対面ですとなかなか断りづらいというのもありますし、何十分も粘られてなかなか帰ってくれなかったりすると本負けして契約してしまったりすることもあるかと思います。私も契約してしまったことがあり、新聞なんて読む気はなかったんですけども、販売員がしつこくなかなか帰ってくれないもので、まあ、おまけをつけるからと言われ、そうですね、まあしょうがないっていう形で契約してしまいました。まあそれで契約した後も結構、まあ、自己嫌悪になったりですとか、男らしくないなというか、まあ、自己嫌悪になったりちょっと落ち込んだりしたこともありました。まあそれと同じように NHK もですね、何度も、まあ、特に女性の方ですとかお家に来られて契約しろって何度も言われたらちょっと怖くなってですね、もうしょうがないから契約しようかっていう気になって契約してしまう方もいると思います。まあ、このようにですね、自宅訪問はかなり迷惑なんですよ。まあ、私にとっては自宅に来られることは迷惑防止条例違反だと考えております。なので、まあ、私の考えとしましては初資格では個別訪問の禁止を訴えたいと思います。まあ、それが急には難しいのであれば、年間の訪問回数ですか、 NHK の受信料徴収ですとか個別訪問の回数、年間の回数を、まあ、2回まで3回までとか、制限すべきだと考えております。ですね、まあ、NHK はですね、まあ、反官反民の組織でですね、
教機関として、公共機関としてですね、受信料を半強制的に強制徴収したりする権利が あるとかですね、まあ、公共機関としてあの一方で、まあ、一般企業とはかけ離れた高額な給料を年間1800万ですか、平均給料を受け取ったりしています、まあ、一般の公務員と比べても給料が高額すぎるんですよ、まあ、それなら一層、まあ、公務員にして、まあ、それなりの一般の公務員と同じような給料体系にするですとか、まあ、税金で徴収するなりして一般の 公務員にするべきだと考えております。まあ、このようにですね、NHK、NHK のなんか矛盾点はかなりたくさんあるわけです。まあ、NHK の受信、契約者を少しでも減らせるように、私は葛飾区議会議員になれましたら、葛飾区で、契約者数を減らすよう啓蒙活動を続けたりですとか、受信料徴収、戸別訪問の禁止につながるような条例案の制定に努力し頑張ってまいりたいと考えております。以上となります。